アキラ 100%8 月15日隊はソニーミュージックアーティストに所属する日本のお笑いタレント、俳優。本名は大橋アキラで、俳優としてはこちらの名義を用いる。埼玉県秩父市出身。身長170センチメートル。血液型は A 型。趣味、特技はスノーボード、テニス、将棋、写真撮影。アキラという名前は、 母親が中尾明のファンだったことから名付けられた。埼玉県立熊谷西高等学校、駿河台大学法学部卒業。中学の社会科と高校の公民の教員免許を持っている。小中学生時代は学級委員や生徒会長を務めるなど本人曰く真面目な生徒だった。高校生時代は演劇部、大学生時代も小劇団で、 役者活動をしていた。チャップリンとコメディが好きで、もともと俳優志望だった。大学卒業後芸能事務所に就職し、20代の頃はシーナ吉平の付き人、運転手を知っていた。しかし当時は何をやっても失敗ばかりの自分に嫌気がさし、置き手紙を残して逃亡する形で事務所から姿を消した。それ以来シーナとは20年以上会っていなかった。 このことを2017年6月25日放送の行列のできる法律相談所に出演時、本当に謝りたいと話しており、シーナから番組を通して、明ら宛に20年よく頑張ったね。本当におめでとうと、夢が叶ったことを祝福する内容の手紙が送られた。2005年1月、大学時代の同級生の新田祐樹とお笑いコンビ、タンバリンを結成し、 ボケを担当。タンバリン時代の芸名は大橋を盛ん。2010年12月末に解散後はピン芸人、アキラ100%として活動。芸名を提案したのは同じ事務所の先輩である渡辺隆史。アキラが新しい芸名を思いついていなかった頃、電車でたまたま一緒になった渡辺に、ユうスケさんたまりあさんのように、 本名に何か一語がついて一つになった名前がいいと相談したところ、アキラ100%というのはどうだと言われて、その後一週間ほど色々考え続けたが、この名前を聞いた時の衝撃は超えられなかったという、ことで改めて渡辺の承諾を得てから、現在の芸名に決めた。一方で、ビジュアル系、ユニット抱っこに、ダンサー、アキラ氏としても参加。 2015年7月23日放送の桜裕吉危ない夜会で片岡愛之助が一番会いたい芸人として紹介された。これ以来愛之助とは親交があり施設講演会の食事会に招待されたこともあった。2015年約7年交際していた看護師の女性と結婚。妻は日本で10人しかいないと言われる小児臓器移植コーディネーター。 2016年の R-1 グランプリにノーシードで1回戦から出場し、準決勝に進出、R-1 での準決勝進出は、これが自信初となった。2017年の R-1 グランプリで初めて決勝に進出し、C ブロックを勝ち抜き最終決戦に進出14票を獲得して優勝を果たした。 この決勝直後の1日だけで2016年の1年間にあった仕事と同数ほどのオファーが来た。スポーツクラブのインストラクターのアルバイトをしながら活動していたため R-1 決勝の前日もこの仕事をしていた。芸人としての仕事が増えて多忙になったためアルバイトは退職したことを同年5月に明らかにした。林や太平とは同郷で 本名が同じ、アキラであり出身小学校、中学校が同じなど、共通点が多いことから、商店でネタにされ、弟分のように可愛がられている。2018年1月1日付で、秩父市観光大使に就任。同日現在、秩父市観光大使には、藤原達也、冠無次郎、桜井県、林家太平、クララボダンが任命されている。 2019年10月3日、第一子となる女児が誕生。2020年1月11日放送開始のトップナイフ天才農業会の条件マイナスで地上波ドラマに初めてレギュラー出演。かつて自分が付き人としてついていた椎名吉平とドラマでの初共演を果たす。2021年4月10日、情報バラエティ番組あっぱれ。 神奈川大行進の新 MC に就任した。主に一人コントで代表作は全裸に股間をお盆で隠しただけの姿で、刑事のコントを演じる丸腰刑事。お盆の裏には曲実章がある。お盆を左右交互に押さえたり持ち替えたり裏返したり、素早くしゃがんだり横歩きしたりなどの動きを入れて演じている。海外でもこのネタを披露したことがあり、爆笑を浴びたという。 他にも丸腰刑事と同じく全裸の姿で演じる、絶対見せない、ダショ潮のネタがあり、2017年の R-1 グランプリでは決勝までこのネタを演じた。もともとこの裸芸は、コンビ、タンバリンの時代にすでにやっていたものであり、これをピンネタにしたものである。これを始めたきっかけは2015年の山 -1 グランプリであり、宴会芸を見せるオーディションだった。 その時は何も思いつかず悩み抜いた末に披露したのが丸腰刑事のネタだった。お盆は100円ショップの座台層で調達した15枚を使い回していた。その後自身がゲスト出演した関西テレビの番組マルコポロリにおいて番組側が関西中に残っていた同タイプのお盆18枚を買い足した。絶対見せないダショウでは 金色の大きな蝶ネクタイを着用している。丸腰刑事の時は通常つけないが、たまに金の蝶ネクタイをしたまま、丸腰刑事のネタを披露することもある。芸が成功した時に流す BGM は、髭のテーマのイントロ部分である。このネタを演じる前には、肉体を美しく見せるのも、芸のうちとして必ず腕立て伏せなど、パンプアップしており、また清潔感重視の考えから、 無駄毛の処理を欠かさない。岡村隆史にはお尻が綺麗と言われたこともあった。他の裸芸人が大抵はパンツを履いているのに、対して文字通り全裸のため、芸に失敗して局部を露出し修正されるケースがある。楽屋でもお盆で隠し続ける必要があるという。この裸芸を始めたばかりの頃はお盆を取り落として露出することも珍しくなかった。 2018年1月1日放送の第51回爆笑ヒットパレード2018でも生放送中にイに失敗して一瞬ではあるが股間を露出してしまった。週刊新調によると生放送で局部を露出してしまった場合公然歪説罪に問われてしまう可能性があるため生放送では必ず前割りで隠しており富士テレビの広報部も 生放送にあたっては入念なリハーサルを行い、局部が露出しないように工夫をしている。今回の放送では、局部の露出は一切されていないとコメントしている。この芸はテレビで放送する際、カメラのフレーム数は1秒に35まで撮影しているため局部がお盆のブレで隠されているだけであり、実際は少なからず見えているの2017年11月8日、放送分で、 ハイスピードカメラを使い撮影した時は局部が見えてしまっていた。この肌影を始める前は服を着てのネタを行っており、2015年の R-1 グランプリでも服を着てネタを演じた。なお、テレビ番組に出演する際は絶対見せないダショウの蝶ネクタイはそのままに服を着て出演することも多い。 同じく裸芸のとにかく明るい安村と2015年5月9日放送のおされもプレミアで共演した時には安村側はこれはもう戦争ですね。明ら側は安村の決め台詞をひねって安心してください。履いてませんと返すなど意識し合う様子を見せた。同輩のハリウッドザコッショ匠にもしばしば賛同を受けるなど裸芸人内でも注目が高い。 エンタの神様出演時は、安村や他の裸芸人と共同で、お盆芸を披露している。ただし前日のように露出の危険があり、司会者からは、出たら、講義の電話が鳴りやまないなどのコメントを残している。2017年4月から5月の2ヶ月連続で、放送倫理、番組向上機構公式サイトの視聴者からの意見欄に、青少年や子供の教育に悪影響を与える。 公然わいせつだなどと苦情が寄せられる事態になったが、これについて松本人志は絶対に見せないから、ある意味一番倫理観があるんじゃないか。一番子供にもいい影響があるとこの芸に理解を示し、バカリズムも見えそうで見えないから面白い。言うなら見えてからにして欲しかったと擁護するようなコメントをしている。三浦竜霊も番組側が面白いと言うならやればいいし、 やめたいと判断するならやめればいい。クレーマーの意見なんか気にせず、聞かなくていいと述べている。この一方で、桂歌丸は、言っちゃ失礼ですけど、裸にお盆んで、何が芸か。私は違うと思うなとこの芸に否定的なコメントを、した。その直後に、ダウンタウンデラックスに本人が出演した際に、アキラが怒っているか気になると発言したところ、その場に合わせた。 山田隆夫があんなのはゲげじゃありません。と激怒し他の焦点メンバーもそうですねと言っていたと証言した。その後山田自身の見解として若い人に人気だから僕はいいんじゃないかなって思ったけどとフォローを入れたものの明はショックを隠せていない様子だった。また桂文ラは2017年 R-1 グランプリ決勝戦の審査員席で アキラがネタ披露の最中にずっと渋い表情をしており、後に話しかとして日常性や普遍性などを大事にしてきて喋りで笑いを取ってきたから、ああいうネタをやられるとやっぱり難しい。テレビが裸っていうものを良しとしたのなら、落語はそれに対してどうすれば勝てるかということについて明確な答えを持ってないのを感じるといったことを話している。日経エンタテインメント。 2018年7月号掲載のアンケート、嫌いな芸人ランキングでは20意見内初登場に、して1位にランクイン。中でも自身と、同世代の35歳から44歳の男性と、25歳から34歳女性の拒否反応が顕著。世代問わず代表的な意見は、公共の電波で流して良い芸じゃないというもの。 もっとも、アキラ本人もこの芸の危険性は認識しており、一般人に対しては、以下の通り絶対に真似をしないようにと警告を発している。僕は本当に口を酸っぱくして言っていますけれども、素人さんがやったら絶対に見えてしまうので、それやっちゃうと別の問題が発生してしまいますので、まずは TPO を考えてくださいと。アキラ100%、タンバリン時代の出演については、 タンバリオ主な出演番組の節を参照。大橋明に関するカテゴリー。ありがとうございます。